重木、キャプテン柏村宝の2トップ、フォーメーションは 4-4-2 です。さあここは大森、大森エリアの中、宮シュート、決まった。先制は帝京大カニ、決めたのは10番の大森よ。前半11分、先制点を奪いました。コーナーキック、中央ヘディングシュート、決まった。最後は13番の糸井川寛太郎、2年生が決めました。対して初芝橋本は県大会4試合で18得点2失点。このスペース、9番の渡辺、さあそして中央には10番三品がいる。三品、三品シュートに行けるか、マイナスのクロス、ミヤシュート、決まった。3点目10番の大森、これはね、崩し方完璧でしたね。今日2点目を挙げました大森亮。さあここは初芝橋本のセットプレー、まあ、ここは直接狙える距離でもありますよね。そうですね、どういうキックを選択しますかね。うん、右なら西口、左なら瀬浦、西口、おっと、まだある、ゴール前で押し込んだ、1点返しました、はい、初芝橋本、決めたのは21番七星優斗、2年生。